JE チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。辻本勝樹です。初めこの話を聞いた時には、俺がやるのかって、もう素直にそう思いましたね。っていうのも、他のメンバーの名前を聞いていたので、まさか俺がやるとは思わなかったんですけど、ただ、話を聞いてから、覚悟を決めるまでは早かったです。っていうのも、僕がまだメンバーになって若い頃にはこういうイベントはいっぱいやってて、その時にはやっぱり名だたる先輩たちが今の僕のポジションをやってたわけで、僕はその人たちにやっぱり憧れたんですよね。だからやる理由を探すよりもやらない理由を探す方が難しかったんですよ。というかなかったんですよね。だからお話をいただいてやると決めて準備に入るまではすごい早かったです。そうですね。リハーサル、スケジュールがあんまりなかったんですけども、やってて、っていうか手を覚えるのは一日だけだったんですけども、信じられなかったですね。っていうのも、どん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 手が増えていくんですよ。100人ですから、変な話、100手あれば100人は切れるわけですよ。ただそういうわけにもいかないので、200ぐらいに落ち着くのかなと大体予想していったんですが、切れども切れどもやれどもやれども、人数のカウントは増えず、気がついたらもう膨大な手数になってまして、途中あれどれぐらいだろうな、50人目ぐらいかなを切った時にもう諦めましたね。もう好きにしてくれと、もう勝手にやってくれと、もうどこまでこの手が膨れ上がるのか、もうどうぞお好きにしてくださいって、なんか他人事のように思えましたね。で結局その相対的な手数は500手ぐらいになったんですけども、ちょっと異常な感じでしたね。普通ね、考えると思うんですよ、手をつける場合、この木1日で覚えられるのかどうかとか、今後のそのスケジュールとか、いわゆるその覚えて試して作って、もう一回試して作ってみたいな、手を作っただけで終わりじゃなくて、そこから稽古期間があるわけですから、それがスケジュールにはまるかどうか考えると思うんですけど、全くそういうことが見えなかったんですよね。西本さん何考えてんだろうって本当に稽古初日の時は思いました。ただなんつうのかな、これもそのリハーサルをしてしながら感じたことなんですけども、ただその西本さんは普通のことやってもしょうがないだろうとずっと言ってたんじゃないかなと思って、いわゆるその頑張ればできるとか、そういうものはいらなかったんじゃないかなと、そのこの人たちだからこそやれるんだっていう、そういうものが欲しかったんじゃないかなと思って、またそういうことができるのが僕らですから、だからもう追い込むだけ追い込んで、動かすだけ動かして、もうなんなら稽古場で血へど吐いてもいいし、失神してもいいし、それでも本番では100人切って15分間動いて、500手をやりきれと、
でそれをもってジャパンアクションエンタープライズっていう看板をぶち上げろと、なんかそういうふうに言われてるような気が途中からしてましたね。その警護期間リハーサルなんですけど、僕がもらってる時間は実は1日しかなかったんですよ。その1日っつっても10時から17時までか、その1日の間に100人分を切る手を作るんですけど俺はそんなに信用されてていいのかって思うようなスケジュールで、で次の日はあの現代劇のアクションの始まりがあって、でその月はもうあの荒通しの時間しか取られてなかったんですよね。だから本当にその1日だけしか手を覚える日がなかったんですよ。でその中でそんな、まあ結果ですけど、結果500手ぐらいの手がついて、まあ今から思えばよくやれたなって本当に思いますね。まあやらなきゃいけない理由はあったにせよ、よくさんが100人目なんですけど、結構遅く来たんですよね。で、まあ、まだ手はついてないだろうなんてのほほんと来たらしいんですけど、もう彼が来た頃には98人目までがついてて、横さんがおはようございますって言って稽古場に入ってきた頃にはもう待ってたよと、お前待ちだよ横山みたいな話になって、でそこから横さんの手がついて、でその1時間後にはあのビデオを撮ってたんですよね、その記録用の。僕はそのビデオを見て家で学習できるように、でそれを聞いてヨコさんは信じられないと、まさか手がついてるとはもう思わなかった、まさか辻がもう覚えてるとは思わなかった、かかるだろうなと思ってたって言うんですよ。まあそう言われてみればそうですね、普通はね。僕も今それを思い出して喋ってるんですけど、でそんな感じでまあリハーサルほぼ1日で、でまあ2日目、まあアクション部がやってる合間にちょっとやらせてもらったりして、で最終日か投資をやって、でその後その搬入だとか言って言うんですけど、もうその時点ではもう横山さん横さんたちの手がもう全くできてなかったんで、もう待ってくれと、ちょっと2時間だけくれっつって、あのそこの4人を最後の4人をそこで固めて、で本番ですよ。本番がね、僕あの舞台稽古やってないんですよね。本番、それはもう副社長も本当に頭抱えてましたけど、時間がないと。その日に入って舞台をセッティングして照明つり込んで、全てをその本番前までにやらなきゃいけない。だからもう本当に時間がないんだっていう話をしてて、でもう昼過ぎかなには1回目が始まるので、だからもう舞台稽古っていうのを全くやってなかったんです。舞台には上がってない、ただそれはその照明合わせだったり音合わせだったりで、あのもう確認だけ、そうだな、ものの10分も舞台にいなかったんじゃないかな。で西本さんが言うわけですよ、マイクで辻本と、おい辻と、どっかここやりたいとこあるかと。俺はね、それがすまん辻と、もうこれ以上はやれないっていうふうに聞こえたんですよね、不思議に。でどこって言われても全部なわけだし、これをやってここをやらないっていうこともできなかったので、もう僕はもうそこでもういいですと、ないですってこうやってやって舞台降りて、で本番の下に稽古場があるんですけど、そこであのメンバーかき集めて、まあもちろんあのセッティングにいない人間とかもいたので、あのなんて言うんでしょうね、もうそこで舞台を
こう想像して舞台をイメージして、もう舞台に上がれないからここで全部作る。で、まあ、96人まではブロックごとに立ち回りができてたので、そこの一手目にかかるやつに全部指示をその時にして、でその指示をお前が責任を持ってみんなに伝えろと、もう舞台にはもう本人で上がれないからイメージしろと、もうそれでやるぞっつって、ほとんど かなりギリギリな感じで、みんなにも相当なプレッシャーがあったと思いますね。だ僕がその100人切ったっていう事実の裏には、その100人分の手をカラミが覚えてたからこそできたわけで、僕はこれある意味奇跡だと思ってるんですよね。それだけの稽古期間でそういうコンディションでそういうスケジュールで、あいつらは袖が入り口としてはその6つぐらいかな、上下も合わせて6つとか8つとかあるんですけども、間違えずに出てきたんですよ。混乱せずに俺が刀を振るタイミングで、いつそんな稽古したっけなって思うんですけど、あいつらは間違いなく飛び出してきたんですよね。それが、それがやっぱりありがたかったですね。それがないとできないですから、いくら僕が手を覚えてても、なんて言うんでしょう、まあ、リハーサルも含め、まあ、本番も含めですけど、ジャパンアクションエンタープライズの底力というんでしょうかね、もしくはそのポテンシャルというんでしょうか、そういうものを改めて体感したイベントでしたね。一番きつかったのは間違いなく今井さんのところですね。っていうのも、それまでは群衆の立ち回りをやってて、今井さんからは1対1の立ち回りにシフトしてるんですね。で群衆の時は、まあ、もちろん僕も動きますけども、どっちかっていうとその僕の周りが動いてくれてて、でそれによってこう空間を埋める作業っていうのが成り立ってたんですけど、今井さんところからもう僕と今井さんだけになるわけで、その群衆でやってた作業を二人だけでやるんですよ。だから西本さんもすごい僕らを動かしたんですよね。だからもうそれが一番しんどかったですね。そのリズムのシフトというか、その立ち回りの性質が変わるっていうんでしょうかね。それまでもうギリギリ残して耐えてた体力をもう絞り出してやったのが今井さんのとこからですからね。まあ多分僕の中に気負いもあったと思うんですけど、そこが一番山場で、一番しんどいところでしたね。どうだろう、これ一人一人言った方がいいんだよね、きっとね。今井さん、まあ初めに出てきてくれたのが今井さんなんだけど、今井さんはね、すごい、いや立ち回りって本当性格出るなって思うんだけど、すごい恥ずかしがり屋なんですよ。で、彼は本当に職人だなと思うんだけど、その僕が死んで彼はカラミっていう立場で、そのカラミができる最大限の努力を惜しまずにずっとやってくれてたんですよね。でやっぱ昼よりも夜の方がしんどくて、その夜の今井さんのところはもう
ピークに疲れてたんですけど、でも明らかに今井さんはその時に昼よりも大きな掛け声と、あと掛け声の掛ける回数も全部そうなんですけど、もう僕のテンションを上げよう上げようと、その手でその絡んでくるだけじゃなくて、気持ちもこうそこに置いていってくれるっていうか、そういうなんでしょうね、こうなんて言ったらいいんだろう、あれは応援してくれてるっていうんですかね、立ち回りをしながら、そういう、なんかそういう感じがしましたね、今井さんの時は。で、次に出てきてくれたのが竹内さんなんですけど、竹内さんは普段あんまり舞台をやらないみたいなんですよ。で、竹内さんの時は40手ぐらいあったんですけど、もう本番が始まる直前まですごい緊張してましたね。ただ舞台に登場してからはやっぱずっとその子供番組でずっとマスクをかぶってる男のそのプライドとでも言うのでしょうか、僕より一つ年上なんですけど、体のキレがもう段違いに違うんですよね。なんて言うんだろうな、おそらく日本一動ける48歳だったんじゃないかなと思いますね。あ、で、まあ室岡さんはいろんな意味で僕にはすごいラッキーな存在だったなって今思いますね。その当初彼も初日の稽古に参加するはずだったんですけど、スケジュールの都合がつかなくて来られなかったんですよ。で、西本さんが村岡の手は後でつけるっていうところから、村岡は手はつけないっていうことでシフトしていって、唯一そこで僕がちょっと休憩できる場というですかね、そういうポジションになって、ただ村岡さんも何でしょう、刀を振ってる期間はすごい長くて、彼がもし稽古初日に来てたら、西本さんの構想だと足を止めた状態で上半身だけでマシンガンのような立ち回りをしたいって言ってたので、それを思うと本当に来てくれなくてよかったなと思いますね。あとその村岡さんも竹内さんも僕と養成所が同じなんですよ。大阪の養成所なんですよね。だからそのなんて言うんでしょうね、こう同窓会ではないですが、他のその連中と他のメンバーとやるのとはまた違った嬉しさというか楽しさというか、そういうものを感じてましたね。で、横山さんなんですが、彼はもう恐ろしく舞台の経験値が高い男なんですよ。で、彼100人目なんですけど、で、僕はその横さんが来るまで99人を切ってるんですけど、彼は僕のことなんかほぼお構いなしなんですよね。どうやったらその自分が強く見えるとか、その立ち回りでどういうふうにこう舞台の上に存在するべきかとか、そういうことを稽古の段階ですごい考えてて、僕はそれがすごいありがたかったんですよ。っていうのは俺も好きなことやるからお前も好きなことやれと、そういうふうにこう無言で言ってくれてるのかなと、もしくはそのなんでしょうね、そうやって最後に100人目に出てくることの意味というか意義というか、
そういうものに、そこまでその99人を切ってきた男の前に立つ気概とでも言うんですかね、そういうものをこう表現しようとずっとしてくれてたように思いますね。だ僕、彼がその100人目に、出てきた時に何にも作る必要がなかったですね。お芝居をする必要がなくて、もう全部、まあいつもそうなんですけど、陽子さんに甘えてましたね。そんな存在です。まあそんなこんなで、なんとか終えた100人切り、来月ですかね、JA 春イベントとして DVD がリリースされる予定です。ぜひ皆様、その目で確かめてください。お願いします。